タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。TF ヘッドハンティング。失礼します。あ、こんにちは、どうも。はじめまして。すみません。すごい高いところですね。景色が良くて。ありがとうございます。すみません、初めてお目にかかります。モノイチジャパンの岩井と申します。はい、よろしくお願いします。うちの令和の虎チャンネルっていう YouTube チャンネルで、はい、ちょっと新しいコンテンツ企画がありましてね、 TF ヘッドハンティングって言いまして、虎とか志願者になられそうな方をですね、はい、ちょっと僕はヘッドハンティングに行くみたいな企画なんですよ、はいはい、で、前回ちょっとお話を聞いてですね、これはぜひっていうことで、今日お忙しいところアポイントいただきました。ありがとうございました、はい、せっかくなので、多分視聴者の方、塚田さんのね、本業をご存じない方もいらっしゃると思うので、はい、ちょっとお知らせいただきたいんですけど、はい、まず僕の方から、はい、ちょっとご紹介すると、はい、B モンスターという暗闇ボクシングって言えばいいですか。はい、そうです、はい、これを運営されている方ですよね、はい、はい、ちなみに今は場所としては何箇所ぐらいあるんですか。国内に9スタジオと、はい、国外で4スタジオで、はい、計13スタジオ。13スタジオ、はい、この国内の9というのは、はい、かなりいろんなところにあるんですか。そうですね、都内だと、はい、恵比寿とか、はい、青山、銀、はい、座、新宿とか、はい、そういうところにあって、はい、あと関東以外だと、はい、名古屋と あと梅田、大阪にあります。栄と梅田にあるんですね、はい、そうです。じゃあそれ以外は関東。そうです、ということですね、はい、なるほどですね。創業されて確か5期目、はい、そうです、ということですけども、はい、年齢は聞いてもいいでしょうか。はい、今年で26になります。まだ26。当然平成生まれ。そうですね、平成6年生まれです。ねえ、すごいですよね。塚田さんのね、記事とかを拝見してから来たんですけれども、妹さんなんですよね。あ、そうです、はい、で、お姉さまが、はい、社長でいらっしゃる。はい、もともと創業時は姉が代表で、はい、私が副取締役だったんですけど、はい、今年の1月から共同代表という形で、はい、なるほど、はいはい、じゃあお二人がもう今共同代表という形なんですね。はい、そうです。なるほど。で、誠さんが大学時代にこれ立ち上げられたということなんですけど、はい、その辺の話ちょっと伺っていいですか。はい、大学2年生の時に3月にもう大学を辞めて、はい、で同じく3月に、はい、ミモサ株式会社を設立した形になるんで、そこはあんまり被ってはないんですけど、はい、じゃあ大学にはもう2年しか行かなかった。そうです、中退ですね。中退です、はい、お姉さんは。姉はちょうどその3月に卒業したので、卒業と同時に設立。なるほど。じゃあお姉さんは一応卒業なんですね。そうです、そうです、はい、大学はバラバラなんですか。バラバラですね。あ、そうなんですか、はい、ところでその突然にね、1号店銀座でしたっけ。そうです、そうです。これ普通に考えてもその銀座の一等地にですよ、これだけのスペースをっていうのは、はい、普通考えられないじゃないですか、はい、最初どうされたんですか。もともと B モンスターを立ち上げるときに、はい、ペルソナだったりブランディングっていうところにすごくこだわっていて、はい、一番最初に出すところは、うん、女性の憧れの地に出したいっていうのがすごくあったので、はい、でそれでも銀座に絶対出したいっていう、はい、いわゆる7丁目8丁目のクラブがいっぱいあるところではなくて、はい、もうちょっとこちらですよね。そうです、ブティック街というか。そうですね、はい、はい、なるほど。で、最初にお金どのくらいかかったんですか。初期投資で2億円かかってます。2億円はい、すごいかかっていて。これどうされたんですか。もともと両親も起業家なので、はい、最初この起業するっていうので相談は乗ってもらってて、はい、で今、はい、ご両親が起業家とおっしゃいましたけど、はい、そうすると お父様もお母様も別々の仕事をされてる、はい、そうです、はい、もしよかったら、はい、お父様はどうでしょう。父はコンサル系の仕事をしていて、会社名とかはちょっと非公開なんですけど、はいはい、母は銀座カラーっていう脱毛サロンを経営しています。はあ、じゃあもう完全にそれぞれ別のお仕事、はい、小さな頃からですか。そうですね、私が生まれた頃はもう2人ともやっていて、もうじゃあ変な話、はい、姉妹ね、はい、ちっちゃな頃にお母さんがずっと家にいるなんて世界は全くなかったんですかね。ああ、なかったですね。結構、まあ、いわゆる鍵っ子で、ただいまって言ったらお帰りって言ってもらえるのってどんなだろうっていうのはちょっとずっと思ってはいました。なるほど、はい、でも逆にそのお父様もお母様もそうやってね、ご自身で起業されて頑張って働かれてる姿を見てて、うん、なんかやっぱり自分もいつか頑張ってなんかこう起業したいみたいな気持ちってあったんですか。いや、結構真逆で、両親がすごい大変なのをずっと見ていたので、はい、絶対起業家とか経営者にはなるまいってずっと思ってました。なるほど、はい、その頃の夢は何だったんですか。その頃はテレビが大好きだったので、はい、テレビの制作の仕事がしたくて。へえ、じゃあテレビ会社に就職したいなぐらいの。はい、そうですね。なるほど。
で、それが急に変わってきたのが大学の入ってからすぐですか、はい、それとも2年生になってからですか。2年生になったぐらいですね、はい、テレビっていうものがこう制限とかがいろいろかかってきて、はい、やりたいことできなくなってきたところで、うん、はい、で、なんか自分がやりたかったことって何だったんだっけっていうのをちょっといろいろ考え始めた時に、うん、あのニューヨークで元となる暗闇フィットネスに出会って、はいはい、まあ、すごく感動して、これを日本でも普及させたいなっていうふうに思って。これニューヨークには普通に遊びに行かれたんですか。そうです、そうです。もともと旅行は決まってて、はい、でもボクシングでダイエットしたいっていうのがあって、うん、その年に、はい、それで日本でいろいろ体験してたんですけど、はい、あんまり面白いところがなくて続かないなっていうのを SNS で発信してたら、ニューヨークに住んでる友達から、はい、向こうだとこういうのが流行ってるよっていうのを教えてもらって、じゃあ、ニューヨークに行く前にその知識は一応あったわけですね、はい、そうです、こういうものがニューヨークにあるよと。そうです。でもうそれ目指して行ったわけですよね。はい。すっごい気に入ったわけ。はい、そうです、はい、もうすごい面白くて、はい、来られてる方もすごくかっこよくて、真冬だったんですけど、はい、もう下にウェアを着て、うん、その上からコートを羽織って来られて、でまたそのコートだけをまた羽織って帰っていくみたいな、こう日本と全然フィットネスに対する感覚が違くて、なるほど、これって日本でもこういう世界作れるんじゃないかなってすごく思った、うん、でこれは本場 の、 そのニューヨークでやってらっしゃったところのライセンスを、はい、取ったということなんですか。あ、ではないです。全然あの向こうでも暗闇ボクシングっていうのは何個もあったので、はいはい、まあ、類似企業というか、そこのコンセプトだけもらったと。あ、そういうことなんですね。じゃあ特にそこに対してお金が発生したわけではない。ないですね。で、日本に帰ってきてもうやりたくてたまんなくなったわけですか。そうですね。もう帰りの飛行機から、はい、あの姉と一緒に事業計画を立てながら帰ってきて、はい、っていう感じです。もうじゃあもうその時から姉妹で一緒にやろうってことを決めたの。はい、あ、決めてました。お姉ちゃんも賛同して、はい、ちなみにお姉さんはさっきおっしゃったようにいわゆる卒業のタイミングだったっておっしゃったじゃないですか、はいはい、就職は決まってたりしたんですか。いや、就職は決まってなくて、はい、もともとあの両親も継いでほしいっていうのもちょっとあったみたいで。なるほど。でもそのまんまあの、はい、両親の会社にまずは入ってっていうようなことを考えていた、うんうん、あ、そういうことですね、はい、帰ってきたら突然2人してはい始めますね。あのどっちがより反対しました。最初反対しなかったですか。全然反対しなかった。あ、しなかった。もう2人は私たちのことをすごい経営者にしたかったので、ほう、就職の方が反対していて、はい、なのですごい喜んでました。へー、そうなんだ、はいはい、で、まあ、このぐらいの事業計画をって言って出したら、はい、まあ、当然ツッコミありますよね、はいはい、経営者の先輩ですから、はい、でもそのツッコミ入れながらも、うん、初期投資を2億を出してくれた。はい、でも前に姉は何個かタミスで、うん、はい、その時は結構両親ともに結構厳しい意見だったんですけど、はい、今回のはすごく賛成というか、もうぜひやったらっていう感じだったので、はあ、その時私たちとしても自信になったというか、なるほど、これはいけるのかもしれないと思いました。確かあの順風満帆に進んだように私も見受けてますけれども、あの最初からやっぱりかなり収益上がったんですか。あ、そうですね、本当に3ヶ月目ぐらいにはもう黒字化というか単月黒字に、単月黒字、はい、3ヶ月で、はい、はあ、でもそこで2店舗目出そうって決めて、はい、でもその1店舗目から半年後に青山スタジオをオープンしていく形でした。ちなみにあの広さでいうとどのくらいなんですか。銀座が100坪です、はい、青山は150坪です。はあ、100坪あると、はい、一時に何人ぐらいやれるんですか。あ、34人ですね。34人、はい、はあ、で、もうどん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 増やしていった感じ。そうですね、はい、はい、最初のうちはだいぶ、はい、新しいところに出してっていう感じです。今は従業員の方は何人ぐらいいらっしゃるんですか。国内外合わせると200名ほど、はい、200名ぐらい、はい、これは社員と、はい、そうじゃない契約とかアルバイトも含めてですか。あ、もう全員正社員。あ、全員正社員、はい、ちなみに男性って少ないんですか。とそうですね、男性は結構少ないです、はい、多分比率で言うと、それでも6対4ぐらいですかね、はい、あ、そうなんですね、はい、なるほど。じゃあトレーナーの方も男性も結構いらっしゃる。はい、います、はい、主にその200名の方っていうのは、実際にトレーニングをされる、指導される方が多いっていう感じですかね。はい、それが一番多いです。今あの誠さんは日々の仕事って大体どんなものになるんでしょうか。そうですね、普段の仕事で言うと、はい、まあ、ミーティングで各店長だったりマネージャー陣との今後について話し合う仕事だったり、あとはまあ結構日々いろんなキャンペーンだったり出しているので、それのキャンペーンを考えたりとか、あと新しくウェイトトレーニングジムと、あとオンラインフィットネスを最近始めたので、そこのちょっと今立ち上げですごくバタバタしているという感じです。コロナの問題もあって、やっぱオンラインというのは注目なんですか。すごく注目が今高いと思います。話変わりますけど、そのコロナの時に真っ先に出たじゃないですか、はいはい、
あれで結構やられましたよね。そうですね。やっぱり打撃あったんですか。あの時からかなりも球界大会のお問い合わせはかなり上がっていて、はい、でも緊急事態宣言出た時にはもちろん休業にしたので、はいはい、あの収益ゼロみたいなのが何ヶ月か続いてっていう感じ。少なくとも2ヶ月ぐらい続きましたよね、はい、でも全然今は持ちこたえて頑張ってる感じですか。そうですね。開く時もやっぱりかなり心配のお声があったので、はい、できる限りの対策をすごく打って、はい、で最近やっとちょっとずつ帰ってきていただいてる感じですね、うんうん、これもあの僕ちょっと読んだんですけれども、はい、肌から見るとね順風満帆だって言われても実はその社会人経験がないから経営者として随分いろいろと社員との間に、ね、苦労があったっていうことだった、はいはい、何が一番大変でしたか、はい、経営者っていう仕事を、はい、一番最初はまず理解してもらうのにかなり苦労して、うんまあ、その10人一番最初に採用させてもらったんですけど、はい、その時やっぱりあのインストラクターの経験があってっていう方たちだった、うん、はあったんですけど、はいまあ、一般の会社で働いてっていう方はすごく少なかったので、はい、立ち上げだったのでいろんな仕事があって、はい、あんまり顔出さないと、うん、なんか社長たちって何してるんですかみたいな、うん、なんか私たちが練習してる間に遊んでるんですか、はい、みたいな感じになってしまって見えないでね。そうなんですよ、はい、でまず私たちの仕事を説明するっていうところをその時初めてやって、うん、なのでこう自分たちが見えないところで何してるかわからないっていうのにかなり不安を持ってるっていうのにもその時全然気づけなかったので、うん、そういうコミュニケーションというか、はい、言わずとも分かったよねって思っちゃってたところがすごくあって、はい、そのコミュニケーションのところが最初かなり苦労しました。なるほど、なるほど。今工夫されてることってあるんですか、そのことに対して。思いだったり、うん、何のためにやるのかっていうのはかなり伝えるように努力しています、はいはい、いわゆる理念はいですね、はい、はい、でまあ1個のキャンペーン打つってなっても、うん、これはこういう意味があってこれをやってて、うん、今後こういう風になってほしいからこれをやりますっていうのを、うん、まあ丁寧に伝えてっていうのは、はい、まあ一般的な言葉ではじゃあ雨降って地固まる部分が時あったわけですね、うん、そうですね、はい、なるほど。まあちょっといろいろとお話聞いてきましたけれども、あのこの間私たちがお邪魔してから、はい、令和のドラって見ていただきました。はいはい、検証したはい、あのもともとお若いから、はいはい、マネーのドラ自体をご存知ないでしょ。あの存じてあります。あ、そうですか、はいはい、やっぱなんか企業家になれる方にとっては意外と身近なものだと思うんですけれども、はい、どうでした令和の虎をご覧いただいた感想は。変わらず、はい、ピリピリとというか、はい、エキサイティングな感じで終わりましたね、はいはいはい、なかなかですね女性の虎が、ね、来ていただけないこと、はい、それから令和の時代なんで、はい、塚田さんのようにこう若い人たちがねあの出てほしいなっていうふうに思ってて、はい、もうそこにドンピシャだったんで今日はあの何とかして口説き落としたなと思ってたんですけど。ありがとうございます。どうですか、はいはい、そうですね、率直にすごく嬉しい部分と、はいはい、ただまあ自分もまだまだ若輩者でもう勉強中っていうところとあるのでちょっとまあ考えさせていただきたい、まあ、本当にあの言葉を選ばず言うと、はい、あの僕出ていらっしゃる虎の方々に対してね思ってるのは大変生意気なんですけど、あそこで頂上発信のやり取りをしながらあの人たちも成長してるっていうことを感じる時あるんですよ、うん、そうは言ってもお金を出す方の立場でしょ、はい、でただ上から目線ではなくてその志願者の立場になりながらいろんなことを話していく中で最初に来た時と比べたらすごいちゃんとしたことを言うようになられたなとか、うん、本当にね随分変わるっていう姿も見てきたので、うん、成長できるったらちょっとおこがましいですけど人様のなんかこう人生にそうやって関わることっていうのは、はい、半分怖いけど半分面白い、うんね、だってもう17年経つんですよ、はい、それで僕の投資した子たちが何人か集まって今でも飲み会とかやるんですけど、うん、客観的にそのねお酒飲んでる姿を見てて、いやこの子たちって俺があの時いなかったらどうなってたんだろうとか、うん、良くも悪くもなんですけどそう思うと、はい、本当ちょっと鳥肌が立つぐらいの、うん、でもやっぱり人の人生に関わるっていうのは結構なんか面白いなっていうふうに思っているのと、はい、もう一つは自分だったら絶対絶対できないビジネスっていうのがあるじゃないですか、はいはい、もしくは考えも及ばないようなもの、そういうものに側面から関わることが、うん、あの番組で結構できるので、うん、お遊びではなくて、はい、当時のマネーの虎よりももっとガチで志願者とちゃんと関わってもらいたいなというふうに思ってて、うん、あの皆さん本当にそれをよく考えていただいてですね仲良くやっていただいている部分もありますので、はい、即答はねなかなか難しいなと思いますけど、はい、ぜひ検討いただいて、はい、もう一回あの彼女が僕と再会できてですね、はい、今度は虎の席で2000万積んで座ってる姿見たいなと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。 BF 企業前も令和の裏もエトセトラチャンネルへ毎日配信頑張るぞ。